はいはーい、のまけです。新年明けましておめでとうございます。今回なんですが、皆さんにご報告があります。ご報告というか告知になるんですが、昨年度ユーロベロ9万キロマルタイタリアという NHKBS プレミアムの自転車旅番組に出させていただきました。今もね、毎週火曜日に朝と夜に流れている映像なんですが、なんとその続編が1月14日夜の7時から流れます。やばいね。ついに来ました。来ましたと言ってももう撮ってはいるので、いわゆる情報解禁みたいな感じでやっと言えるんですが、実は第2弾決まってました。続編です。嬉しい。もう本当にね、もう本当嬉しいんですよ。去年の作品はユーロベロっていう自転車サイクリングロードのマルタ島からローマまで走りました。で、今年14日に流れるのはこの続きね。ローマからって本当は言いたいところなんですが、ちょっとジャンプしてイタリアのフィレンツェからオーストリアを抜けてチェコのプラハまで行きます。3カ国走ってきました。何度もね、続編まだですかとか、もっと見たいですとか、すごいありがたいお言葉をいただいたんですが、実は撮影も終えて2023年1月14日に出るっていう形になります。本当に皆さんありがとうございます。テレビ番組っていうのは YouTube の動画と違って、自分が撮りたい時に撮って出して終了とか、自分で企画して自分で旅に行って撮影して編集して出すっていうのと、テレビ番組は全く違うじゃないですか。から自分でやるっていうよりはちゃんと選ばれていかないといけないっていうプロセスがあったので、正直1回目を撮るときに続編があるっていうのもわからないわけだし、うまくいってじゃあ次もってなってもいつあるのかっていうのも何もわからないわけですよ。ただ今回ありがたいことに、第1回放送終わって、その後続編のバージョンがありますっていうお話をいただいて行ってきましたっていう流れです。いやー、もうね、本当に言葉が出ないですね。内容は放送前なのでもちろん言えませんが、3カ国を自転車で旅するっていう形になってます。ちょうどね、2022年、去年の今頃ですよ。去年の1月、マルタ、イタリアを撮影してたわけですよ。で、その1年後第2弾がちょうどリリースされるっていう、すごいタイムライン、感慨深いですね。去年の今頃はさ、初テレビ出演だし、初スタッフと一緒に旅するっていう、まあ初グループ旅みたいな感じだし、カメラが朝から晩まで流れてるってことも初めての経験だし、まあ、全部が初めてで、いつも通り旅はしてるけれども、まあ最初の1日前とか最初の方は緊張もしてただろうし、そもそもどうやって撮影すんのっていう、なんだろう、テレビ業界のノウハウも何も知らないみたいな形だったので、まあそこの YouTube との差があったり、試行錯誤というか本当に初めてで撮ってたような感じだったんですが、なんと、今年1年後に2段目がもう撮り終えてて、その映像が流れるという感じです。想像できなかったよね、去年の段階で。去年の段階どころか、まあ、ずっと想像できなかったよね。こんな風になっていくっていうのは。1月の14日 NHKBS プレミアムと BS4K 同時放送になっております。2時間流れます、ゴールデンタイムで。本当にありがとうございます。もちろん普段 YouTube 見てくださってる皆さんのおかげでもありますし、ユーロベロで自分を知ってくださった皆さんのその反響が今回に繋がったと思ってます。第2弾お楽しみにしててください。旅の続きっていう感じもね、前作見てくださった方感じるかもしれませんし、イタリア、オーストリア、チェコだけ見ても楽しめる作品になってると思うので、ぜひぜひ今週の土曜日お楽しみにしててください。あとは、毎週ね、火曜日引き続き第1回のミニ番組が流れてるので、あ、前回こういう感じだったのねっていうのを見ていただけると幸いです。こんな感じかな。さらっと告知するつもりが結構語っちゃいましたね。まあまあまあ、新年一発目でね、すごいいい報告ができたんじゃないかなと思っております。皆さん、お正月、年末、いろんな番組あってハードディスクなり録画いっぱいになってるかもしれませんが、今のうちにあと1週間あるので見て消して、まあ、もしくはどっかに移して自分の番組を予約できるようにしておいてください。2時間あるのでちゃんとスペースを空けといていただけると幸いです。自分は YouTube を8年やってきてます。今年になると9年に差し掛かるのかな。すごい長い時間やってきてるじゃん。もうとんでもない長い時間やってきていて、もちろん始めた当初
にテレビ出るんだぜ、 YouTube やるぜって言ってた YouTuber さんは多分いないですし、自分もそんなこと思ってなかったです。ただ海外旅行の旅の動画を撮って、こんなあるんだよ、こんな綺麗な場所あるんだよ、こうやったらちょっと旅が楽になりますよとか、いろんなね楽しそうをガン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 伝えていこうと思ってやってて、でその自分の旅かける動画っていう、このもう自分の人生の中でもかなりの大半の占めてる部分がオフィシャルに NHKBS の番組として流れていくっていう、とんでもないですよね。本当にオフィシャルの形で自分のやってきたことが綺麗な映像で収められて、カメラも何台もあって、多くのスタッフの方々にサポートいただいて旅をして撮影するっていう、本当になんかゴールって言っちゃったらそれは違う気もするけど、一つの大きな達成というか、一つの大きな区切りの部分のように感じてます。 YouTube 普段見てくださってる方は、ああ普段こうやって旅して動画を撮っててやっとテレビ番組になったんだっていう、これ楽しめるかもしれませんし、初めて番組で知っていただいた方も、単純にポッドでテレビに出てるわけではありますけど、実は過去振り返ってみればずっとやってきたずっとわーってやってきた、この最終形じゃないけど、この積み上げのところに今やっと旅番組が来てるっていうのをちょっと頭の片隅に置いてみていただけると、もうちょっと深い感じで見ていただけるんじゃないかなと勝手ながら思ってます。一つ認められた形で世に作品が出るっていうのは本当に嬉しいことです。まあちょっと語るとなくなっちゃうんでこの辺にしますが、とにかく1月の14日夜7時からぜひ NHKBS プレミアムもしくは BS4K で見てください。こんな感じかな。ではまた今年も1年間よろしくお願いいたします。あ、チャンネル登録しない方はこの辺にあるので、チャンネル登録とこの辺に関連動画もあるのでポチッと見てみてください。あといいねも忘れずにしてください。ではまた、ボンベヤシュ、バイバイ。よし。